わしの名前はヨネ。米と書いてヨネと読むんじゃ。今日はのみんなに見せたいものがあるんじゃ。後ろに映っておるじゃろう、元気な子供たちの姿が。これはな、魚沼自然教室の様子なんじゃ。区内の中学校の 1,2 年生が田植えや稲刈りを体験して、普段の授業だけじゃ経験できない貴重なことをいろいろ勉強したんじゃ。どうじゃ、わしと一緒にこの様子を見てくれんかの。ここは千住青葉中学校。いよいよ今から2泊3日の魚沼自然教室へ出発じゃ。といよいよ楽しみにしていた魚沼自然教室が始まります。お金で買えない、壊れないお土産をたくさんたくさん持ち帰ってきてください。参加したのは千住青葉中学校の1年生113人と引率の先生たち。バス3台分の大所帯じゃ。いよいよ新潟県魚沼市へ到着じゃ。どうじゃ、綺麗なとこじゃろう。自然豊かで美しい水があって、実は足立区の友好自治体なんじゃ。さて、ここが魚沼自然教室の舞台、つまり田んぼじゃな。この3日間、いろいろな方々にお世話になりながら、みんなでおいしいお米が食べられるように、一生懸命田植えを頑張っていきたいと思います。子供たちは2泊3日でいろいろなことを経験するんじゃが、今回の一番の経験は田植えじゃろうな。ほれ、白柿ももう済んでおる。いよいよ田植えじゃな。田んぼにひとたび足を入れると、まあこりゃなかなか抜けんのじゃ。こんなことも子どもたちにとっては貴重な経験じゃ。子どもたちもだいぶ作業に慣れてきた頃に田植えは終了じゃ。秋には一年の黄金色じゃな。用水路の水は冷たくって気持ちいいじゃろう。子どもたちはこの2泊3日の体験学習できっとたくましくなって帰ってくることじゃろう。さて、この写真は第八中学校のおにぎり対決の様子じゃ。魚沼市での収穫の前にお米の勉強をしたんじゃよ。おにぎり対決はの、全国のご当地おにぎりの中から子どもたちが選んだ18種類のおにぎりでグループごとに味比べをしたんじゃ。 PTA 特別賞に選ばれたのは岐阜県の朴葉味噌の焼きおにぎりじゃ。じゃがの、子供たちはみんな自分で作ったおにぎりが一番おいしいと言っとったぞ。さて、5月に子供たちが田植えした稲は、地元の人たちが大切に育ててくれたおかげで小さなかわいい花が咲き、やがて稲穂が現れた。収穫はもうすぐそこじゃ。魚沼自然教室、稲刈りをする子どもたちが到着したようじゃ。
足立区の小学校の皆さんが、対応していただいたものが見事に実りました。多分バスの中でも見てもらったと思いますが、ここ2、3日で、魚沼産コシヒカリ黄色になりました。黄金色になりました。実は到着したこの日に稲刈りをするはずじゃった。じゃがあいにくのお天気じゃ。子供たちはそれぞれの宿に入って、まずはお昼ご飯じゃ。残さず食べましょう。空が雨模様でも子供たちは元気じゃの。おいしい。もうね、食べたことない。お天気が良くなくては稲刈りはできん。こんなことも子供たちには良い経験になったじゃろ。お昼を済ませた後はみんなでよもぎ摘みじゃ。上の一番上の目の柔らかいとこだけ摘みます。いいですか。はい。これがよもぎなんだ。違うやつ取らないで。はい、みんなが取ってみて。みんなが一個ずつ一人取ってみて。よもぎ。これよもぎ。これそうです。匂い嗅げば独特の匂いがする。ああ。ほほう、摘んだよもぎで笹団子作りじゃな。笹団子なんぞ作ったことがないじゃろうからな。ちゃんとできるのかの。いやいや、こんなささやかなことも良い思い出として残るものじゃよ。そして夕ご飯、魚沼の美味しいお米もたっぷり食べられるぞ。いただきます。いただきます。おいしいじゃろ。おお、もうおかわりかの。夕ご飯も終わって、おや、わらで何か作っておるようじゃの。ほほう、鍋式じゃな。どうじゃ、稲はお米を取るだけじゃないんじゃぞ。こうして日用品になったりもするんじゃ。自然教室も最終日になって、やっと良いお天気になった。稲刈りの開始じゃ。おお、みんな意外と鎌の使い方が上手じゃの。おお、そうじゃそうじゃ。刈り取った稲はこうして縛って干しておくんじゃ。昔から米を作るには88の手間がかかると言われておる。これを機会に子供たちも食べ物のことに興味を持ってくれると嬉しいの。食べ物に興味を持つといえば、こんな子どもたちもおるぞ。平野小学校では平野小農園といっての、地域の人たちに手伝ってもらいながら小学校の子どもたちが野菜を作っておるんじゃ。実は足立区ではおいしい給食というものに取り組んでおるんじゃよ。おいしい給食とは、味としておいしいと感じるだけではなく、自然の恵みや料理を作ってくれる人への感謝の気持ちを子どもたちの中に育もうというものじゃ。つまり給食の時間が楽しくなって子どもたちの心が豊かになるということじゃな。今日は子どもたちが育てて収穫したさつまいもを使って炊き込みご飯を作ったんじゃ。どうじゃ、おいしそうじゃろう。いただきます。いただきます。ははー、みんなおいしそうないい顔をしておるの。お
苦手なお野菜とかを育てると、それを初めて食べるっていう子もいるので、すごくいいことだと思っています。2年生にもお野菜とか育てていく単元がありますので、ぜひいろんなものに挑戦したいなと思ってるんです。これは中島根小学校の緑のカーテンじゃ。校舎の壁にキュウリやゴーヤなどを植えているんじゃよ。もちろん収穫して食べるし、このカーテンのおかげで夏も涼しいんじゃ。まさに一石二鳥じゃな。それからの、足立区では美味しい給食のレシピ注文を公開しておる。お家でも参考にしておくれ。さてさて、魚沼自然教室はどうなったかというと、最後にとても嬉しいことがあったんじゃ。そうじゃよ、魚沼市の市長さんをはじめ、子供たちがお世話になった民宿のお父さんお母さんが収穫したお米を持って千住桜堤中学校に来てくれたんじゃ。魚沼の美味しいお米を食べられることをとても嬉しく思います。僕たちが魚沼でお世話になった分、今日はこの千住桜堤中学校で楽しんでいてください。皆さんお世話したお父さんお母さんですよね。民宿のお父さんお母さんと一緒に美味しいお米を届けに来て、皆さんと今日これから楽しい交流をすることができます。かわいい米俵の贈呈じゃ。しかしも、魚沼自然教室で収穫したお米はおよそ1万4000食分にもなったんじゃ。自ら体験してもらう学習を、非常に今力を入れています。なぜかといえば、百聞は一見にしかずということわざも皆さんよくご存知だというふうに思いますけれども、実際に体験してみなければわからないことがたくさんあるかと思いますので、教室だけの勉強ではなく、教室や学校から飛び出してさまざまなことを体験してもらえるように、足立区や足立区の教育委員会もこれから一生懸命学校をサポートしていきたいと思います。待ちに待った魚沼自然教室で作ったお米の給食じゃ。綺麗なお米じゃの。みんなこの日が待ち遠しかったじゃろ。どうじゃ、うまいじゃろ。お米本当に美味しいです。よかったです。やっぱり、東京にいると感じられない自然とか、そういう美味しいお米とかを作っている農家の人たちのこととかを改めて知ることができて、いい経験になりました。本当に美味しいご飯も美味しくいただけて、もう本当に優しかったんで、それが一番の思い出です。魚沼で体験させていただいた方たちを招いて交流会を開けたっていうことがすごく嬉しいですし、これからもそういう試みはやっていってほしいなと思いました。区内の中学校 1,2 年生およそ4600人が参加した魚沼自然教室、本当にいろんなことを経験させてもらったの。米作りに関わった喜びをいつまでもいつまでも覚えていてほしいの。そして自分たちで作ったお米の美味しさもいつまでもいつまでも忘れないでほしいもんじゃの。